CM、プリゲート。皆さん、こんにちは。ドーブラエ、ウートラ。おはようございます、なのぜ。今回は、性格、の解説の続きだったわよね。今回は、何々がない、という表現を解説するのぜ。前回の動画、パート35でも解説したが、存在するか、あるか、どうかという情報が重要であり、Yes。何々がある、何々がいる、と言いたい場合、はいますか？はありますか？と表すのぜ。はい、います。はい、あります。と答える場合、だ、Yes。と答える。存在しない場合は、Niet。何々はない、いない、を用いるのぜ。Yes。は不要なのぜ。Nie jest。とは言わず、Niet。を用いる。Niet。を用いて、名詞は性格に変化するのぜ。名詞の性格変化は前々回の動画、パート34を復習してほしいのぜ。前回、パート35の動画で解説した、性格、人、イエスチ。人、が、何々、思っている、ある、いる、を思い出してほしいのぜ。うちびはイエスチマシーナ。君は車を持っているかい？У меня нет машины. 私は車を持っていません。Машина. は女性名詞、車。Машины. は。Машина. の性格。Тебя. は。Ты. 君は、の性格。Меня. は。Я. 私は、の性格。У Лены есть дедушка. レイナには祖父はいますか？У неё нет дедушки. 彼女には祖父がいません。Дедушка. 男性名詞、祖父。Дедушки. は。Дедушка. の性格。Лены. は。Лена. リエナ、女性名、の性格。У тебя есть время. 君は時間があるかい？ Тебя. は。Ты. 君は、の性格。Время.は、中性名詞、時間。У меня нет времени. 私は時間がない。меня. は、я. 私は、の性格。времени. は、время. 中性名詞、時間、の性格。以上のように、ネット、プラス、性格。何々、がない、いない、という表現を俗に、存在の否定性格、というのぜ。次回は性格と結びつく様々な前置詞について解説するのぜ。楽しみね。それでは、今回はこの辺で。ダスビターニア、さようなら。